ち、今蹴ったぞ。ただいま、お母さん。悟空車、本物の悟空車なのけ。当たり前じゃねえか。おめえも元気そうだな。まったく、1年以上もどこをほっつき歩いてただ。そんな妙竹林な格好して、それにご飯ちゃんまでそんな格好で。いや、話すと長くなるんだけどさ。はあ？3年後に人造人間が来るから、ごはんちゃんを修行させてけれって？まあいいだろ。いい加減にしてけれ。冗談じゃねえ。悟空さ、どこまでごはんちゃんの勉強の邪魔したら気が済むだよ。勉強もわかっが、3年後には地球そのもんがやばくなるかもしんねえんだ。ダメだダメだ、何と言おうと許さねえ。じゃあおめえは地球の未来よりご飯の勉強の方が大事だって言うんか？当たりめえだ。ご飯ちゃんの勉強の方が大事に決まってるだよ。さすがにそりゃねえだろ。頼むよ。仕方ねえだ、これが最後だべ。ちっちい。だけど3年経ったら絶対憲法をやめさすからな。本当にすまねえ、父。スーパーサイヤ人にも弱点あったか。よし、そんじゃ修行に行くとすっか。悟空よ、聞こえるか？ん？この声、神様か？うん、よく聞こえんぞ。久しぶりだな。よくぞ地球に帰ってきたな。待っていたぞ。早速で悪いのだが、お前に大事な話がある。神殿に来てもらえるか？え？今じゃねえとダメか？ほら、これから修行が。皆にとっても大事な話なのだ。みんなに、わかった。今からそっち行くよ、神様。うん、待っているぞ。ピッコロ、ごはん。悪いけど、おら神様んとこ行かなきゃなんねんだ。おめたち、どうする？何？神だと？俺は奴のところになど行くつもりはない。そっか。じゃあ、おめたち先に修行しててくれ。はい、お父さん。でも、お父さん、場所ってわかるの？ピッコロとご飯の木探れば、なんとなく場所はわかっさ。大丈夫かな？そら、行った。オラがそっち行くまで、ピッコロとしっかり修行してんだぞ。任せておけ。久しぶりにしごいてやる。そんな。神様の大事な話か。なんだろうな。神様の大事な話か。なんだろうな。よし、見えてきた。神様、なんか妙な感じだったな。よっ、神様。ミスターポポも久しぶりだ。待っていたぞ、孫悟空。で、一体何の用だ？ドラゴンボールについて話があってな。シェンロンの調子でも悪いんか？いや、私の死、私の存在そのものが消える。
その時が迫っている予感がするのだ。な、あくまで予感だ。そこまで深く考える必要はないかもしれぬが。もう、わかった。予感なら外れっかもしんねえしな。だが、もしもの時を考え、願いは今のうちに叶えておくのだ。よく考えて使わねえとな。わかったよ、神様。もっと、そろそろ戻らねえとな。ピッコロたちは、あっちか。おーい、悟空！やじろべ。オラを呼んだっちゅうことは、なんか用でもあるんか？そういうこと、頼みがあるんだぎゃ。なんだ頼みって？先祖だわ、先祖。神様がまた育てるってよ。それにゃ肥料とか必要でよ。それ集めんのおみやさんに頼もうと思ってよ。ならおめえが集めに行けばいいじゃねえか。おりは忙しいの。どう見ても暇そうじゃねえか。うるせえ。どうせ先祖はおみやさんたちが使うんでしょう。自分で探してくるのが当然でしょうよ。それもそうか。相変わらず軽いやつ。よし。じゃあ詳しく説明するでよ。てなわけで、今説明したやつが必要な肥料だぎゃ。肥料は聖地カリンにあるでよ。場所も地図に印つけといてやったでね。この塔をずっと下に降りていきゃたどり着くでよ。肥料集めよろしく頼むわ。わかった、行ってくぞ。おい、カリン様には先祖で世話になってっかんな。たまにはオラも手伝わねえとな。寝てんかな。はっ、やじろべのやつ、いつもここで何やってんだろうな。修行って感じでもねえしな。カリン様には先祖で世話になってっかんな。たまにはオラも手伝わねえとな。こいつはすんごい。ああ見えてヤジロベエのやつ、刀はすご腕なんだよな。初めて会った時、魔物をバッサリ切っちまったしな。修行すりゃもっと強くなるんだけどな、あいつ。いいもん手に入ったな。あ、超神水だ。飲むと強くなれんだよな。でもすんげえ毒で、俺死ぬかと思ったぞ。いいもん手に入ったな。すんげえうまそうなもんみっけ。
よっ。なんかいるな。おめえ、やるなら相手になるぞ。なるほど、ヤジロベエのやつこれが嫌で頼んできたんだな。ま、いい運動になったからいっか。あったあった。よう。ハハハ。よし、これだな。取ってきたぞ。やってくれると信じてたでよ。ちょっと待ってろな。頼まれとったやつ取ってきたんだわ。バカモン、それは悟空が取ってきたんじゃろうが。楽ばかりしようとしようってからに。おい、寝てたんじゃ。瞑想しておっただけじゃ。まったく、お主には一度ガツンと反省させねばな。どんな仕置きをするべきかの。そりゃあにゃあわ。ともあれ、ご苦労じゃったな、悟空。また先祖が育ったら分けてやろう。お、頼んだ、神様。遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。あ、お父さん。わりわり。さて、修行始めっか。おし、それじゃ二人まとめてかかってこい。二人まとめてだと？なめられたものだな。ご飯、本気でやるぞ。やつに一泡吹かせるつもりで思いっきりやれ。おめえたちの力、見せてもらうぞ。よっ。どうした？そんなもんか。強い。ひるむな、ご飯。俺もお前も強くなっているんだ。あっ、よ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 っ。よっ、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 よっ
やるじゃねえかおめら。まだまだ行くぞ。はい、子さん。伊達に1年も遅れて帰ってきたわけではないようだな。そういうおめえたちこそなかなかやるな。さすがお父さんだ。今の力見えてきたみてえだな。それはどうかな。まだまだそいつは楽しみだ。倒しただけのことはあるな。おめえたちもフリーザより強くなってもらうかな。そんな僕がなれるのかな。うわっと、よっ、はっ、はっ、よっ、よけ、やっ、うわっ、やっ、うわっ、やっ、わらっ、うわっ、ちか、ちからが、はっ、よっ、うわっ、うわっ、うわっ、ガキの頃からあのベジータやフリーザを相手に戦ってきたんだ。強くもなるだろう。だな。ここにいるとピッコロさんと修行してた時のこと思い出しますね。ふん、お前がメソメソ泣いてたことか。そんなそうか、おめえたちオラが死んじまってた時ここで修行してたんだな。うん、ピッコロさん厳しくて使えんガキには用はなかったからな。まあ少しは使える程度にしてやったが。すまねえなピッコロ、おかげでご飯もここまで腕上げることができた。もしかしたらあっちゅう間にオラたちよか強くなっちまうかもしんねえな。お父さんたちを超えるだなんて。ふん、それくらい強くなってもらわなければ困る。
今度オラもしっかり修行つけてやっかんな。3年後みんなを驚かせてやろうぜ。ご飯は、はい。そういえば他のみんなはどんな修行してるんだろう。ベジータの野郎は相変わらず一人で生きがっていたようだが。なに、ベジータなら大丈夫だ。